はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。有馬の舞台、ストライクイーグルたちに挑め。駒場葵です。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。ご存知ですか？秘書交代。駒場葵です。至らないところもあると思いますが、私は喜多方くるみ、よろしくね。フォーマル。笹山美咲です。あまり近寄らないでもらえます？ご存知ですか？さ、笹山美咲に、変えてみました。ご存知ですか？ところで、元気ですね。戦績はご覧の通り、キングジョージに負けてしまいましたが、これでいいですか？ご存知ですか？適正な馬体重です。返事です。嬉しそうですね。何か用ですか？ちなみにこの後はムーランドモンシャンショーはちょっと外戦モーションもありますけどね。馬券ですか？勝ちそうな馬をあえて軸から外すのも手ですね。道があるようですね。いい感じですね。クエストを達成しました。元気ですね。ビールです。何か用ですか？今512kgということで、いい感じですね。クエストを達成しました。プレゼントが届いています。凱旋門賞前まだありますので、 WBC に挑戦させたいと思います。適正な馬体重です。大根ですね。嬉しそうですね。2400オーソックスにエビナーでいいでしょう。はい、というわけで、結果が出るまで、少しお待ちください。はい、ではまた後で。はい、お待たせいたしました。結果が出ましたので見ていきましょう。
なんとかここで勝ってほしいですね。馬人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。1個20までついてます。一番人気がこの4番のサンシャインリミットですね。WBC 勝ってますし、戦績も圧倒的ですよね。結構前傾ベースになるのでチャンスはあると思うんですけどね。さあ見てみましょう。伝統の外回りコースに座った世界の強豪12頭ワールドブリーダーズカップターフのスタートです。出遅れた。まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは、先頭に立ったのはエプラール、それから7番ルソー、そして3番手に10番タイガーヒル、イブンベイがかわしていきました。これが1番人気のサンシャインリミット、武豊騎手、この手応えはどうか。それから足毛の馬体カステナンゴ、その後ろでやりましょうか。1番ストーミングホーム、そして外からは2番ナチュラルソング、それからコタシャーン、12番プリントシャー、内を通ってレアドクターしんがりからカタノタルコライス、もう一度先頭に戻りましょう。先頭は依然として11番エプラール、ルソーが並んでいっています。最高峰を言っております。カタノタルコライス、これが一番人気の4番サンシャインリミット、外から1頭タイガーヒル、ちょっと離れて8番カステナンボであります。そのうちに1番ストーミングホーム、ナチュラルソングが、その後ろコタシャーン、その外プリントシャー、12頭ライトアップされたブリーダーズブリッジに差し掛かろうとしています。虹色ではない。そしてしんがりからカタノタルトライスであります。前でありますが前、先頭は11番エクラール、ね、リードはわずか、そして内からはルソー、そしてイブンベイ、この3頭が先行集団を形成しております。そして1番人気のサンシャインリミット、うまくいっさあ追い出したサンシャインリミットが直線に入ります。最強馬はどのまだまだ最高峰だ。直線伸びてくるのかどうか。ここで先頭に立ったルソー、カタノタルコライスが上がっていった。突っ込んでくるサンシャインリミットが差を詰めてきた。サンシャインリミット先頭に躍り出て、カタノタルコライスが追い込んでくる。残り200、届かないかな。懸命に追ったカタノタルコライスが2番手1着、サンシャインリミット、まだ下がりましたね。2着です。早期は購入できますが、購入せずに先に進みましょう。レースを終えた馬が戻ってきました。何か用ですか？ご覧の通りの成績ですね。休憩したい。ご存知ですか？なのですが、はい、というわけ で、この状態で、次のレースに挑みたいと思います。今10月の3週ですね。
エリザベス女王杯になるかジャパーカップになるか。何か用ですか。というわけで、次のレースご期待ください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。